ミヤマシキミは、ミカンカミヤマシキミ族の常緑低木。死有一種。和名、ミヤマシキミは、深山シキミの意で、山中に生え、枝葉の様子が、シキミエリシウムアノサタムに似ることによる。ただし、シキミは、ミカンカではなく、松ブサカの植物である。日本では、本州、四国、九州に分布し、国外では、台湾の高所にも分布する。 生産地の輪内の輪下に生育する。日陰に強く、日当たりの良くない場所でも生育する。常緑紅葉樹の低木で樹高は60から120センチメートルになり、幹は基部から直立して分子する。樹皮は灰色で、若い枝は緑色で無謀、イボ状の先天がある。葉は茎の上部にやや集まって個生し、葉心は 長さ6から1 2トル、幅2から3 5センチメートルの筆心型から等、筆身状長楕円型で、先は短く尖り、基部はくさび型、範囲は全円になる。発質は角質で、両面は無毛、表面は光沢があり、裏面には油点が散在する。傭兵は長さ0.5から1センチメートルになり、少し赤紫色を帯びる。 花期は3から5月。死有一種。枝先に塩水果錠をつけ、長さ2から5センチメートルの三謀状になり、白色の香りのある花を多数つける。果序軸に短毛が治留する。ガは交渉形で小さく、浅く4列し、ガク辺は交三角形で、長さ約1ミリメートルになり先はやや尖る。花は、計約1センチメートル、花弁は4個あり、 長大円型で、長さ4から5ミリメートルになり、まばらに油点がある。大花には、雄水が4個あって、花弁と同調で直立し、雌花には4個の小さな大花雄水と中央に1個の雌しべがある。脂肪は4室に分かれ、各室に1個の胚種が下水し、下中は太く、中等は平たく浅く4から5列する。果実は、球形の角化で、 計8から10ミリメートルになり、12月翌2月に赤く熟し、4個の核を含む。核は甲卵系で、長さ6から8ミリメートルになり、先が尖り、1個の種子を含む。4から5月頃は、花と前年の果実を同時に干渉できる。有毒植物で、葉、果実に、アルカロイドのスキミアニンやジクタムニンがあり、葉に多く含まれる。 ご食すると痙攣を伴う中毒を起こす。かつては頭痛やめまいなどの民間薬として使用され、また、煎じた汁は虫下しとして使われた。庭木、生垣、干渉用などに栽培、植栽される。実は有毒だが花剤として使われる。和名、学名はイストによる。ありがとうございます。